はい、神山君、お疲れ様です。お疲れ様でした。初日の日にね、はい、私見せてもらった時にね、ちょっと神山君、重たいかな、電話悪いかなっていう形をすっと思ったけど、はい、今日のよ、4コーナーから行った時に、思いっきりのいいレースのする人やなと思って見たけど、はい、ああいうようなレースはいつもしてるんですか？まあ、最近はちょっと心がけてます。心がけてああいうふうにやるという。ああ、まあ、はい、展開で、うん、はい、まあ、展開もいろいろあると思うけど、はい、明日もああいうレースはやるということは考えてますか？まあ、細切れだし、うん、まあ、本当展開一つで全部変わってくるんで、うん、まあ、自分が行くところで行ければいいと思います。まあ、先行とまくりとって言うけど、はい、僕神山君というと僕はちょっと見るに追い込みもするというように感じようもちょっとだけど、はい、今回のレースを見たらその追い込みというよりか自力やということの運動を思うけど、はい、そうですか？まあ、本当展開によって何でも使い分けれればいいと思います。まあ、展開によって何でも使い分けれると、はい、うん、まあ、明日あんまり細切れやけどあんまり先行選手みたいな人がおらんみたいやね。まあ、そうですね、はい、うん、この田中君がおるけどね。ということは明日はもう自力で戦って。まあ、そうですね、はい、はい、そういうことで優勝を狙うと、はい、後ろに兵藤君がおると、はい、いうことやから頑張ってください。頑張ります。はい、どうもありがとう。どうもありがとうございました。